おはようございます。ゲンチャンネル、元産経新聞記者の三枝源太郎です。皆さん、この動画を見てですね、なるほど、ためになったと思いましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録でこのチャンネルご支援ください。昨日はですね、関東大震災から101年ということで、墨田区のですね、横網町公園に実は行ってきたんですね。これがこの、行って、あ、僕の部屋が映っちゃった、これですね、これ、キム・スンジャさんという方が朝鮮人慰霊碑の前で、舞をしているところであります。この問題についてはですね、小池都知事が、今年も、追悼文を送らなかったということで、この団体の関係者の方たちが大変反発しております。で、新聞テレビを見てもですね、なんか今一つ何のことなのかよくわからないですよね。で、まあ、そよ風という団体が、まあ、ヘイトスピーチ認定をされた団体ということだそうですが、近くに来てですね、まあ、妨害をしているということで、報道されています。まあ、ちょっと、まあ、はっきり言って、あの、報道を見る限りでは、本当に気の毒な、朝鮮人犠牲者の追悼をしているのに、頭のおかしい、極右の団体がやってきてむちゃくちゃやってるっていうふうに、まあ、印象を受けると思うんです、多くの方は。そこでですね、ちょっとどういうことなのかということをいろいろ僕なりに調べてきました。で、まあ、最初にお断りしておきますけれども、僕は南京事件の本なんかはね、本田勝一氏の本も読みましたし、その逆の、イザヤ・ベンダさんみたいな、ああいう、あの、本も読みましたけど、今回のこの、朝鮮人、犠牲者の虐殺事件に関しての、なかったとする本も読んでませんし、あった、こんなに大変なことがあったという本も読んでいません。それは、あの、最初にちょっとお断りしておこうと思います。ただですね、バーッとこういろいろな資料を紐解くと、ちょっと、あの、な、まあ、なんか主催者の方のおっしゃってることは、まあ、疑問なしとはしないなという感想を持ちました。とりあえず NHK のですね、報道を、まあ、読みます。関東大震災から101年、朝鮮人犠牲者の追悼式典、東京墨田区。関東大震災から101年の9月1日、震災の混乱で殺害された朝鮮人犠牲者を追悼する式典が東京墨田区で行われました。今年も都の小池知事から追悼文は送られず、主催者は歴史的な事実を認めたくないかのように見えて極めて遺憾だなどと批判しました。関東大震災の混乱で殺害された朝鮮人犠牲者を追悼する式典は毎年9月1日に開かれていて、震災から101年の1日も墨田区の都立横網町公園で開かれました。はじめに宮川泰彦実行委員長が、歴史から逃げず悲惨な過去を忘却させてはならないと語り継ぐことが私たちの責務であるなどと挨拶しました。そして鎮魂の舞として韓国の伝統舞踊が披露された後、参加者が献花して犠牲者を追悼しました。朝鮮人犠牲者の追悼式をめぐっては、都は知事の名前で追悼文を送るのを7年前から見送っていて、今年も式の実行委員会などが小池知事に対し追悼文の送付を求めましたが送られませんでした。小池知事はこれまでに東京都慰霊協会が開いている大法要で全ての犠牲者に哀悼の意を表していると説明しています。式典の後、宮川委員長は、天災の犠牲者と流言飛語を信じた人に、虐殺された犠牲者とでは追悼のあり方は違うだろうということで、歴代の知事は追悼文を送ってきた、小池知事の姿勢は歴史的な事実を認めたくないかのように見えて極めて遺憾だと話していましたと、NHK もこういう、写真をつけてですね、報道しております。なぜですね、そもそも小池知事が、送らなくなったのかということをですね、
これ皆さんどういう経緯かっていうのはあまりご存じないかもしれないと思うのですが、これはですね、もともとが、東京都議会でですね、問題になったんですね。これはですね、ちょっと都議さんの名前をどっか書いたんだけどな、が非常にですね、慰霊碑、このあ古賀俊明さんですね、2017年3月2日 ありました。この都議会の時にですね、こういうふうにおっしゃったんですね。一府三県、つまり昔は東京都は東京府ですので、東京、埼玉、千葉、神奈川に3385人しかいないのに、朝鮮人の犠牲者、震災による、まあ、いわゆる暴行とかですね、殺戮行為で亡くなった方が6661人というのはおかしいではないかという質問をしたんですね。これに対して小池知事はですね、しかるべき判断をするというような答弁をしまして、この、質疑があった時以降ですね、実は追悼文を送っていないんです。この6661人説というのがそもそもどこから出たのかというと、1923年11月5日付の上海のに当時、拠点を置いていた大韓民国臨時政府機関紙が書いたんです。これ独自調査ということなんですね。でこれに関してはですね、まあ、大正デモクラシーで有名な、民本主義のですね、吉野作造が提供した資料、要はどこどこで何人、亡くなったらしいと、こっちでは何人亡くなったらしいっていうですね、そういう資料をですね提供したことをもとに作成されたものであると。で当時の軍が協力しないからこういう状況になったというようなことをですね、この、資料を、引いていた、歴史家の方もですね、そういうふうに言って言ってるんですね。軍が協力しなかったから自分で調べたんだから仕方がないんだという、ことなんです。つまりこの6661人というのはですね、裏付けがないんですね。で、しかもですね、東京都内では左派的な、まあどちらかというとこのもう共産党系とか、かなり左派的な団体はですね、事件があったということで、前提にして、まあ、式典を行っているわけなんですけれども、必ずしもですね、じゃあ東京都内でどれぐらいの方が亡くなったんだということは全く分かってないんですね。一例を挙げますとですね、これは墨田区八広というところがあります。ここの荒川堤防の下にですね、まあ、四つ木橋の四つ木事件というのかな、軍隊が機関銃で、自警団と協力して、韓国朝鮮人を、殺害した場所であると、いうことで、追悼碑が立っているんですが、ここに関してはですね、発掘調査が、何回も行われていてですね、それでその結果見つかってないんですね、この遺骨が。例えこれは一例ですね。これは西崎正夫さんという、この、今日の式典でもで、昨日の式典でも、コメントを寄せていた方ですが、旧四つ木橋、ここに関東大震災時韓国朝鮮人殉難者追悼の碑があると、そのすぐ近くの土手に上がるとそこは旧四つ木橋があった地点だと、ここで、青木さん加盟ということなんですけれども、確か3日の昼だったね、荒川の四つ木橋の下手に朝鮮人を何人も縛って連れてきて自警団の人が殺したのは何とも残忍な、うんうん、だったね、日本刀で、うんうん、竹槍で、うんうん、鉄の棒で、うんうん、して、うん、ですと、というまあまあ非常に残酷な、場面があったというふうに証言されてるんですね。で一方浅岡茂蔵さんという方は、四つ木橋の下手の墨田区側の河原では
10人くらいずつ朝鮮人を縛って並べ、軍隊が機関銃で撃ったんですと。まだ生きている人間をトロッコの線路の上に並べて石油をかけて焼いたですね、という証言があるということなんですが、ここに1982年、これちょっとまあお見せすると後々文句言われると困るので、1982年、旧四ツ木橋付近で行われた遺骨の試掘っていうのがですね、これは現代ビジネスかな、違うな、なんだろうこれ、どっかのこれ雑誌の雑誌かな、2016年9月18日っていうの、これ多分現代系だ、いや違うかもしれないんで、ちょっとやめときます、雑誌系だと思うんですけど、インターネットにこれ出てますんで、ちょっと興味のある方はぜひご覧ください。で、まあ遺骨がですね、これは見つかっていないんですね。で、この、方はですね、この筆者の、西崎さんは、なんかもう上野でも起きた、神楽坂でも起きた、もういろいろ起きたっていうですね、証言を書かれているんですが、まあこの方自体がですね、中学校の先生をやりながら、まあこういうですね、証言を掘り起こす作業をしている団体の理事をされているので、まあ非常にこういうことに関しては、詳しい方だと思うんですが、証言がですねあるという割にはですね、物証がねほとんど出てこないんですね。で、もう一つですね、例えば、これそうだ、これか、例えばですね、今の人数の問題もあるんですけれども、隅田川にですね、流れ着いた、引き上げられた、まあ亡くなった、まあ手にかけられた、朝鮮人というキャプションがついている1980年の発行の画報日本近代の歴史9というキャプションがですね、1963年の現代史資料6関東大震災と朝鮮人という本では月島で撮影されたと書いてある。1980年の方は本所区隅田川河畔に引き上げられたと書いてあるんですね。だからキャプションがですねコロコロ変わってしまうと。それは永代橋付近の、遺体もなんかよくわからないみたいな。で、じゃあ起訴事件、起訴された事件ってあったのかって言ったら、これはあるんですよ一応。東京都内で、39人、朝鮮人が39人、日本人が25人、中国人が1人、まあいわゆる、震災の揺れとかの、まあ火災とかと関係ない、いわゆるまあそういう暴行とかによって亡くなったということで事件になったのがこれだけあると。神奈川は、朝鮮人で2人、日本人が4人、中国人が2人起訴されて、の被害者で起訴されていると。で、千葉県は朝鮮人74人、日本人20人、埼玉県は朝鮮人94人、日本人が1人と。だから、まあ他にも群馬県、で朝鮮人18人日本人4人とかあるんですけれども、ただですねこれに関して言うと、虐殺自体がなかったとは僕はちょっと到底言えないなとは思うんですが、じゃあ東京都内でどれぐらい起きたんだっていうの、これは全くですねよく分かってないんですね。で、遺骨も見つかってない。まあ実際にですね、仮にですねガソリンをかけて証拠隠滅を図ったとしてもですね、全くの痕跡もなくしてしまうというのは、いくらこれは官憲でも無理なんじゃないかなとも思うんです。で、これについて、まあ小池知事がですね、まあ確かにこれ犠牲者の水増しがあるんじゃないかということでですね、送るのをやめてしまったというのはですね、一面では確かに東京都で
じゃあどなたが亡くなってどういうことで亡くなったのかっていうのは全然分かってないということからすると、まあ確かにそれも一理あるなと思うんです。例えばですね、埼玉県、ここではですね3カ所で昨日も法要が行われまして、実は首長さんも出てます、出席されてます。そこの上里町、熊谷市、 本庄市だったかな。で実はこれ朝鮮総連も民団も両方の関係者が出てるんですね。ところがこの犠牲者の追悼式典に関してはですね、朝鮮総連の方が追悼の辞を寄せてましたけれども、民団の人はですねこれ特に追悼の辞とかは言ってないんですね。で日本共産党東京都議団から1人、あとは亀戸事件追悼会実行委員会、関東大震災朝鮮人虐殺の国家責任を問う会、西崎正夫さん、さっきの本庄の四つ木橋のところで虐殺があったとおっしゃってる方ね。で例えばこれについて国家責任をというふうにまで言われてしまっても、この今の時代の国にこれまさか謝罪と賠償させるんですかっていう話もありますし、そもそもこれもともとこれがですね、横網の公園に碑を建てたのはですね1973年に建てられているんですが、これを建てる中心的な役割を果たした団体があります。これは日朝協会というところなんです。で日朝の朝は朝鮮の朝なんですね。これまあなんとなくこれ実は日本人の人たちが、基本的に、まあメンバーなんですけれども、共産主義に融和な人々によって結成された。で日米同盟について、まあ否定的、日本人拉致問題の解決も前提とすることも否定的、まあもっと分かりやすく言いますとですね、この日朝協会の、主張というのがありましたので、ちょっと皆さんに、ご紹介します。北東アジアの平和のために日朝協会を大きくしてくださいという、サイトを見つけました。日朝協会は過去の不幸な歴史を再び繰り返させない日本国民の強い決意のもとに結成されましたということで、日朝協会は日本でただ一つ自主的民主的な立場から南北双方の在日団体と交流を持つ団体ですと。朝鮮半島、日本、中国を中心とした北東アジアの平和を確立するために隣国との関係を一日も早く正常化しようではありませんかということで、この中でですねこういうふうに書いてあるんです。一方で北朝鮮による日本人拉致事件をきっかけに毎日マスコミを中心に異常な北朝鮮バッシングが行われています。もちろん私たちは拉致事件は日本の国家主権と日本国民の生命に対する重大な侵害犯罪であり速やかな解決を要求しています。同時に私たちは2002年の日朝平壌宣言を、歓迎しています。そして、そのまま読みます。朝鮮民主主義人民共和国括弧北朝鮮との国交樹立を要求しますと、ということなんですよ。つまりまあ拉致問題についてですね、解決するのをまあ解決を求めているとは言ってますが、北朝鮮が返すようにとは言ってないんですね。でまあこういう団体なんです。で実はこの、朝鮮人慰霊碑に関しては一番最初はですね、できた当初1973年美濃部良吉都政の時ですけど600人近くの個人250近くの団体が協賛していたと。でこの、宮川康彦さんってこの方は、司会をされてましたけれども、この方は弁護士なんですね。弁護士で、なんですが、おっしゃってましたけれども、当初はですね自民党から共産党まで幅広い人たちがこれに賛同していたと。じゃあ今自民党はどうしてるかというと、これ全くもう、来てもない、もう何にも関係ないんですね。結局のところはですね、まあこの式典自体が、どん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 ですね、まあ言ってみれば左傾化してしまって、しかもこう犠牲者の数がですね、
確定していないのにどんどんこう6661人というのが一人歩きしてしまってですね、で今でも、1% から数パーセントと、資料に書いてあったという理由でですね、数千人説っていうのがやっぱり、言われてるんです。千人以上数千人って言ってるんです。だけどもやはりこれはですね、さまざまな証拠がないと、しかも大正もう15年ですよね、あれ1923年だったかな、震災は。そう考えるとですね、23年ということは12年か、9月1日、101年前ですね、戸籍はでももう起訴状とかもあるわけですからね。でも起訴状でこう21人っていうふうに、さっき20何人とか僕紹介しましたけど、その割にはその内訳がですね全然やっぱり明らかになってないんですよね。やはりその辺のことをですねやっぱり確定していかないで、ただ6600とか最低でも数千人って言ってですね、まあ国家の謝罪を求めると言われても、まあそれは確かに東京都知事もですね、石原慎太郎さんも出してたそうですけど、追悼文出してたそうですけれども、小池さんの言うですね、全ての犠牲者と共に、追悼するというロジックはですね、僕は決しておかしなものではないというふうに、思いました。まあこれに関してはですね、僕もまあそんなにめちゃめちゃ詳しいというわけではないんですけれども、まあそのこれだけあったんだと、証言があったんだという割にはですね、証拠がちょっと乏しいと。でこれに関してはやっぱり南京事件とかでもですね、こういう同じようなことが起きていて、これを歴史修正主義っていうよりはですね、やはりこれは確たる証拠をですね、収集して実際にまあ遺骨発掘作業というのをされてるわけですから、でその結果出なかったわけだから、出なかったんだったらじゃあ次は、どうしようかっていうのはやはり主張されている方がですね、これは出さなければ、これはね普通の裁判でも同じことですからね、まあということにならざるを得ないんじゃないのかなというふうに、思いました。昨日は、なんかそよ風ってその団体も来てたことは来てたらしいんですけれども、ちょっと途中で大きな声がわわっと2回3回ぐらい聞こえましたけど、僕は中のその式典を見ていたので気がつきませんでした。なんか警視庁がですねすごく厳重な警備をしていて近づけないようにしていたみたいで、その後僕一周ぐるっと回ったんですけれども、一人男性がこうかプラカード掲げて、なんかインチキだみたいなのを書いたプラカード持ってる人が一人いましたけど、それ以外は僕は見かけませんでした。東京新聞によると十数人集まって、抗議活動をしていたということですが、今年はですね台風が近づいていたということもあって式典が、縮小されてましたし、そういうこともあって大きな混乱はなくですね、まあ静謐に終わったかなという感じがしました。というわけでですね、今日は、今日はと言いますか、昨日のですね、式典関東大震災のですね式典に、もうもちろん本ちゃんの式典の方も行きましたけれども、それに付随して、朝鮮人、慰霊碑の前で行われた、式典についてお話ししました。皆さん、なるほどと思われた方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。